シュッ。こんなところでごめんね福島。こんなところでごめんね松永テーマです。コケともいきです。はい、はい、そういうわけで今回は、福島県にやってきたんですけれども、ここはですね UFO の里というところがですね実は福島にあるんですね。飯野町というですね、町がですね、バブル期にちょっと町おこしをしようとして、なぜだかその UFO の博物館、触れ合い感を作ってしまったというね。おお、なんかいい天気。見てください、このいい天気、このですね飯野町、はいはいはい、よく UFO 現れるらしいんですね。そんなことある。で人がしばしばさらわれるという。やばいな本当に。あ、これは町おこしに活用しない手はないわ。さらわれてんのに。さらわれてんのに。で今回も、はいはいはい、音声がですね、はいはいはい、UFO にですね書き消されてしまったんですよ。なめてんな。我々が非常に彼らにとって重要なことを言ってしまっていたらしく、ね、機密な話を、そうデータの音声が消されていたので、映像残してくれたんだね。そうだから、こういう感じで今回あのアフレコをしてるんですけども、だから綺麗だな。突然アフレコ。桜綺麗だ。まだ4月だしね。ほら見てごらん。ねえ。ほら緑、新緑が新緑ねえ、こんな美しい自然の中で、木林の中でねえ、本当に UFO、 あ、綺麗な UFO みたいな感じでね。なんか発見したんじゃない、これ発見しちゃいましたか。あ、見てください、あれです。ピンク色の建物、立体映像シアターって感じ。 UFO 触れ合い館ミュージアム、やばいね、このですね触れ合い館が、まあ、主な施設、 UFO の里の主な施設ですね。ちょっと入ってみましょう。誰かいますか。誰か、誰ですかね。誰かいますか。 UFO にみんなさらわれたかな、関係者の方。あ、これはなんだ、これ天下かな、こけしでしょ。あ、こけし、あ、 UFO 型のこけしだっつってね。マトリョーシカ、こけしだよそして宇宙人大図鑑というね、この触れ合い感が勝手に考えた。そんなにいないしね、宇宙人たくさんいますね。モリタン、イータン、UFO、さらわれてんじゃん。国際未確認飛行物体研究所、すごい場所なんですよ。怖いな。見てください、そして、誰これ、この方がですね、はい、あの本を集めてくださったという。親戚これ。いや、親戚かどうかわからないですこの集めてくる UFO の本をたくさん寄贈してくださったという。土偶とか関係ないじゃん、ね、UFO と。いやいやいや、宇宙人かもしれないと。まあまあ宇宙人かもしれない的な、いろんな本があるんですよ、興味深い本が。見てください、これ例えばこの、はい、キリスト宇宙人説。なめてんな。いやいや、そんなこと言わないでくださいよなめた本だな、これ。イエス・キリストは異星人だったってね。ああ、まああれない話じゃないからね。まあいろんな各方面に失礼な物言いですけどね結構ぶっこれ異星人だって言ったら言ったで失礼な物言いだと思うんですけど、ね、え、あ、何やぼってるこれ。いや違うよミステリーゾーンって書いてあるだろうがこれミステリーゾーン、テレビで分かったんだっけ。そうですね、これどんな、あ、見て、何、うん、なん、え、あ、ま、あ、これは多分、はい、あのこの裏の山がですね、はいはい、あの UFO が、UFO がよく出てくる、うん、それをあの、あ、宇宙人、宇宙人、モリタンかなこれ、モリタンかわからない、足細いな、グレータイプの宇宙人、ここは名前ないんだっていうね、テレビで、テレビでは、懐かしい平成初期の感じだっつってね、映せない、うん。あ、展示物があるんですね。そうなんですよ、いろんな、あ、いたいた、この宇宙人いた、ね、このユニコーン状の角が生えてる宇宙人、はい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 、ね、何なんでしょうね、うん、覚えてますかちゃんと、これあの、ね、おぼろげなんだけど記憶が、はいはい、多分これも宇宙人にやっぱ記憶を消されたんだと思うんだよね。そうだね、ピンカライシ、ピンカライシ、ピンカラトリオみたいな、そうピンカラトリオ千貫森でね、あー、それでやったんだ、うん、なんか見てんね、なんか覗き込もうとして、あ、そう、これはね、何見んのこれ、何が見える、未来が見えたか、未来が見えちゃう、40歳になった時の自分が、そう、近未来が、まあ、これを放送する頃にはなってる可能性高いそうだね、ですけどね。これは何だ、うん、石、まあ、UFO のいろいろ、あ、うわ、あ、どこにでも現れるムーの三上編集長だ、目が怖い人だ。そうなんですよ、一回会ったことあるんですけど、はい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 、目が非常に怖い目してましたね。なんでだよって感じだよね。目が死んでた、死んでんだ、生きてた、死んでた、うん、あ、こいつらいたね、
いましたね、変な宇宙人。はい、やっぱでも人間が想像するとこういう形になっちゃうのかな、宇宙人ってのは。これがでも本当に町おこしのために一生懸命作った最高だよね、最高の施設だよね。すごい、しかもそんなにないしね、いっぱいいるわけでもないっていう、こいつらやばいな。アイボクみたいなね、よく見たら。そうだね、すごく不自然な動き方しそう。そうだね、ハトムネだね。あのペッパーくんみたい。あ、ペッパーくん、ご飯運んできてくれそう、うん、なんですかね。あ、写真か、はい、UFO の。そうですね、これ人の写真使ってない、これ。あ、これはですね、あの SNS 上にある UFO 目撃写真を引っ張ってきて展示してるっていう、UFO じゃないの、SNS でやれよみたいな内容だったと記憶してます大丈夫かな、あの公募とかね。怒られないよ、公募でいいんだそこはみたいな感じだったと思います。そう、確かそうだね、そうだね、まあでも撮れるだけすごいな、でも。そうですね、写真を、うん、何探してんだよこれ。あ、そうなんです。ここにね、 3D バーチャルシアターがね、あったあるんですね。入ってるね。うん、でも確かこれなんかつけなかったっけ。あ、あダメダメがね、もうキャプテン EO とか思い出すよねこのなんかダメ腐ってんな、ね、本当に。原宿とかにこういうやついるよね。いるね、本当に。投げたくなるの、時を超えて居続ける。いるよね、いつもいるよね。 あ、親戚。これはね、宇宙人かな。宇宙人、金星人。宇宙人と会ったんです。カセット岡。いやいや、嘘ですよこれ飯野町のスタッフさんだから、はい、あ、そうなんだ。はい、スタッフさんの当て横して。おはようございます。岡です。あの、あれなんですか、コウケイさんも結構あの目撃したりするんですか、宇宙人を。最近見ないですけどね、昔よく見たね、うん、そうですか。あそこにまた UFO いましたよ。いやいや、気のせいでしょ。そうかな、いないから UFO なんて。いやいやいや、あんたがあなたがそれを言うのはおかしいでしょう、ね、じゃあ宇宙人さん、さようなら。はい、そういうわけで、うん、あの山の頂上にですね、はい、あるんですよ、あの UFO を目撃できる。ああ、こっからきつかったんだよな。あの山あるんですね、山の頂上に。地獄。じゃあちょっと行ってみてくださいっつって行くかってね。本当は1時間かかるって言ってたもんね、往復で。うん、それをね、ダッシュで20分でね、20分であの山頂まで500メートルくらいの走ったのね。そう、500メートルくらいの山だったんですよ。この時ね、本当に舐めてた。何をですか。いや、簡単に人生を。いや、もう人生も舐めてたし、はい、UFO 道を舐めてた。あ、そう、UFO 道、UFO 道じゃないですけど、UFO 道なんですね。もう全然いけるんじゃないって、なんかね、のほほんとしてさ、そういけると思ってたら。これ4月だけど、まあまあ暑い日ですね。暑かったよね。こうやってね、宇宙人がところどころ出迎えてくれるんですね。セラチーミー、カエルみたいなね、うん、これ映像よりもきついからね、意外と。そうですね、簡単そうに見えるけど、ゴモラ。ゴモラ、痛い、うん、笑ってんじゃねえよモリタン、モリタン、おなじみモリタン、おなじみのって感じ。なんかモリタン3回くらい見た気がした。死んでる。コウケイさん疲れきてますねもう終わってるよ、俺もライブがあんのに、これから。そうだよ、走るなよおじさん、はしゃいじゃったから。ねえ、両手がおじさんがさ、はいはい、ユータン。ユータンか、ここです。あ、これ、あの、コンタクトセンターみたいなのだった。そう、ここで宇宙人がね、うん、来るらしいっつうことで。なんかね、うん、そうね、うん、なんか結構達成感あるかもしれない、うん、なんかね、終わったみたいな。そう、もうライブが終わったなみたいな感じがしてんだよ。見てください、この雄大山頂の雄大な景色。もう UFO を目撃するとかしないとかどうでもよくなる雄大な景色確かに、うん、気持ちいいね、うん、だって映像越しでも。そうだよ。おカメラさん、ここ座ってみてください。すごいっすよ。静かに。ドンって、コウケさんにドンって押されるかもしれない危ないこれ、こんな辛い思いさせやがってってドンって死にますよ、そんなことしたら。危ないね、はい、疲れた。いや、来ましたね。すごかった。高かった。長かったね。疲れたね。疲れたよ。あの UFO 道 600m ありました。意外ときつい、階段がきつい。はい、まあ、この後我々ライブあるけどね。やだね。どうかな、休憩入れたいね。せっかくだから、はい、ちょっと UFO 見ましょうよ。確かにいるのかな。いるかもしれないし。いるのかな。いねえな。ちょっといる、いる、いや、いや見えないな。もういるかな。どうなんだろう。あ、あ、
る網、うさぎ仕掛けにして、そばにがる網、謎かけは終わりさ。